アーソナルトレーナナトレです。今日はですね、ちょこちょこ最近ちょっとニュースで聞く事柄が気になったので、ちょっと皆さんに紹介していこうかと思ってるんですね。えー、まずこれ何かというと、今月ですね、この3月に日本で初めて肥満改善薬が 薬局でで処方箋ななしで買えるるようになるということはまこれが承認されるあるいはもうすぐに発売されるということになってくるとでこの商品っていうのが対象性薬がでているアライというものなんですけれども、まあ、この肥満改善薬についてどうなのかユージさんはどう思いますか、まあ、こういうものがあると、まあ、結構意見が聞かれることがあるんですけれどもただまあこれがどういうものかをね僕自身というか、まあ、やっぱりこれを利用するとか皆さんが判断する前にどういうものかをやっぱり知らなければ何も判断できないと思いますので僕もちょっといろいろ調べてみましたのでそこをまずね共有して。 このアライというね、えー、肥満改善薬ですけどもあの今現在日本で承認されている肥満改善薬っていうのは 1>, 1種類でしてこれは処方箋が必要なものなんですねお医者さんに行ってあなたはこういうのが必要ですねと処方箋を出してもらってようやく変えるというものだけども今度出る洗いというものは処方箋なしで薬局で変えるということなんですねまあここはかなり大きな違いということ今までではかなりハードルが下がっているということですねそれがどういうものかちょっと大まかに見てみると効果としては脂肪の吸収を抑制するというもの1回1錠飲むというものそれから1日3回食事中か食後1時間以内 に飲むということ <laughs> ただし前提として生活習慣改善と合わせて補助的に使用するというものまあここの部分はちょっとあるということですねまあこれちょっとおいおい説明していきますでさっき言った現在日本で承認されている肥満改善薬というのは12週間しか使えないんですねそれはちょっと中枢に効く薬というものでそれはちょっと副作用があるというのでそれ以上長くは使ったらちょっと良くないですよ危ないことがあるかもしれないですよというので12週間以上は使わないでくださいというふうになってるんですけどもこのアラいというのは 特に何かに影響があるような副作用というものは認められないので1年以上使える薬ということがちょっと違うというものですねこのアライというのはオロリサットというね成分が入っているようで、まあ、似たようなものはちょっと海外でもあったりして平行輸入でそれを使ってた人というのもいるようなんですけれども、まあ、今回は正式に日本ででななしで買えるよううになったというこ,とですでこの薬の臨床実験での効果というのはどういうものかというと。 海外の臨床試験では、1年後の結果として、まあ、偽薬ですね。偽薬と、まあ、この洗いと両方と、通常は、まあ、ブラインドテストといって、その人が一体どっちを飲んでるのかわからないけれども、2グループに分けて、疑薬を飲む方と、この薬を飲む方と、まあ、分けてやるわけです。そうすると、そのメンタル的な影響は何も起きないということなんですけども、えー、偽薬の方が1年間で2.3キロ減ったと、洗いの方が4.8キロ減ったと。まあ、これ、疑薬の方でも減ってるじゃないかっていう感じです。これは、あの、さっき言った前提として、運動へ 食事ののの質なななど生活習慣の改善に取り組みながらとというところなんですねだからこの偽薬の方でも落ちたっていうのはそのやっぱり運動と食事の方をちゃんとやってたらそこそれぐらいは落ちますよということで、えー、それよりも洗いの方がちょっと落ちたという結果にはまなってると。 で、日本での臨床試験では、半年の結果として、さっきの1によれば半分ですけども、疑悪の方が1キロ減って、アライの方が2 2 k、まあ、まあ、両方と、まあ、結果としては、まあ、さっきの海外のと同じぐらいなのかなという、まあ、そういうような結果が出ているということです。そして、これがどういうメカニズムなのかというと、通常、食事の中で脂肪、脂質を取っていくと、その脂質を酵素によって分解します。分解して小さく小さくして、小さくして腸からどんどん吸収してくるわけですけども、その分解する酵素の効果を 抑えるそれをブロックするという形なんですねそうすると分解されるべき脂質が分解されるので大きいままなのでそのまま腸からあのま便、あ、として流れて出ますよということなんですねなのでここで一つ言えるのは 今取った脂質をそのまま排出して吸収しないようにする薬であって今体脂肪がついているのを落としていくようなものではないですよということですね。これはちょっとあの意味をやっぱりはっきり、えー、しとかなければいけないところですね。それとあの食事の中で炭水化物をとにかく多く取って太っている人の場合にはあまり関係ないということですね。脂質、脂っこいものすごく脂っこい肉とか揚げ物とかをいっぱい食べる人の場合にはこれで流し出すことで吸収するのを抑えますよということですよね。 だから炭水化物の摂り過ぎの場合にはそれは一切関係ないという話になってしまうこれも知っておく必要があるかと思いますそして、えー、とこういうものを取ることによって健康に対して何か影響があるのかどうかという、まあ、ここなんですけど今言ったようにそのこの洗いというものはその酵素に対して影響をしていくものですそれはまたそのまま出ていくので体のの中にほとんど吸収されないいものらしいんですねそれで、えー、と中枢神経の作用はなくて、えー、全身への影響は考えにくいということがまあ言われていると。 なので、中毒性があるという懸念はかなりないということで、えー、体の害は少ないと考えると。なので、まあ、こ今回は多分、うんあの、処方箋なしでもという形になったんじゃないかなと思います。えそして、これ、誰でも、えー、これを買うことができるのかというと、そうではなくて、一応服用できる基準というのがありまして、まずは、えー、と年齢が18歳以上ということ、それと、 服ねお腹周りが男性で85センチ以上女性で90センチ以上の人ということでこれはメタボリックシンドロームで肥満と定義されるこのウエストサイズと同じなんですけどまあそういう人であるということと高血圧や脂質異常症などの健康障害を伴わない肥満の人ということで まあこの薬自体が高血圧とか脂質異常とかと関係あるかどうかとちょっと今ここの調べた中で分からないですけどただそういう人がある人にはまあ売りませんよというまあそういうことみたいですねそれでその購入する時にたらたらね薬局の棚に行ってパッと取れるかというとそういうことではなくて一応薬剤師が対面で販売するそれで情報提供と指導というのが 必要だということで、まあ、オンラインでの購入は不可ということなんですね。それはできないということ。一応は、えっ、ー、と、薬剤師と対面で買うということですね。これは、えっ、ー、と、服用1ヶ月前から、福井体重などを記録して、それを薬剤師がチェックするということ。えー、それがあった上で、えー、やっと購入ができるということ。それから、6ヶ月間服用して、まあ、効果がなければ、それ以上もう使わないでくださいということで、薬剤師の方から中止ですよ、というふうに言われるということではあります。けれども、まあ、 ここで僕、ちょっとこれ読んで疑問なのが、 例えばそのロキソニンというのを買う時に頭痛薬とかあの鎮痛剤のロキソニンを買う時には一応薬剤師と対面で買うというふうにあれになってますね。で一応薬剤師の人が買うんですけれども薬剤師の人も「今まで飲んだことありますかありますよ」とかって言ってで「こうこうこうでこういうふうにこれ見て飲んでください」っていうふうに一応説明するけど説明するだけの話であってなんか本当にただただ作業であるだけでこれは本当に必要なのかなというその対面販売であるので、まあ、そういうふうになんかこう。 適当になってしまわないかなという懸念はちょっと僕はちょっと感じているところでありますけれどもあとはその1ヶ月前のその福井と体重の記録というのはどういう形かっていうのはまだまだちょっとあの正式なところはちょっとまだあのよくわからないですけど持っていく時に1ヶ月前からこう日付とこう書いて適当にね1時間前にこう書いて持ってってもそれもわからないんじゃないかとかね。というものをまあ見た目で体重がすごくある人ウエストが8 5チ九9 0ンチある人はまあ1ヶ月前も今もあまり変わらないんで これを書いていくのはどの程度意味があるのかっていうのはちょっとまあよくわからないところですけどあとはねこの6ヶ月以上服用して効果がない場合には使用中止ということはまあおそらくこれは生活習慣その運動と食事は全然ちゃんとやってないですよねそれではそれだけ飲んでもダメですよっていうようなことで中止ということになるのかな、まあ、そういう意味合いなのかなと思うんですけどまあこれはここで知っておくことは 今取った脂質を分解しないでそのままの形で吸収されないのでそのままの形で出してしまうよという形なので今ある体脂肪を燃やすわけではないので今ある体脂肪を燃やすためにはやはり 運動してそれを使っていいいいかななけけれればいけないとということですね、まあ、それが余分に入ってくるものがある中で運動してもプラマイゼロとかあるいは入ってくるものが多ければ増えてくるなってくるので今までうまくいかなかった人がこの余分に入ってくるものの方を吸収しないでそれで運動をしていくことによって今あるものは減っていきますよという。 ここをやっぱり知っておかなければいけないということね。やっぱり減らすためには、えー、自分がそれを使って燃焼させていかなければいけないと、消費していかなければいけないというところですね。だからまずそれは絶対あるということ。今,今より細くしようと思ったらそれは必要ということですね。あとは、まあね、あのー、これを言ったらね、どこまでも多分キリがないとは思うんですけど、薬に関してはね。じゃあそこで中止になりましたって言われましたという人が、 他の薬局に行ったら同じように1ヶ月前の紙出せばどんどん買えるんであれば今のドラッグストアっていうのは正直コンビニより多いんじゃないかっていうぐらいいっぱいありますけど東京都内もなのでもういろんなとこいろんなとこでこうね順番順番にできるんじゃないかなとその辺もねちょっとどうなのかなという疑問はちょっとありますそして、えー、と先ほど中枢神経の副作用というものはないというねまあそういうあの臨床結果でまあそういうことではあるらしいんですけどまあそこの部分がないとしても別な副作用がちょっとあるとこれがね結構ね <laughs> あのすごい話なんですよねえっ、ー、と脂肪を吸収しにくくするということ、えー、つまりさっき言ったように分解して吸収する形ではないのでそのまま出るという形なんですねということはそのまま出るんですよだからそのまま出るからもう下痢は絶対するらしいですそもそも脂質が多い食事を結構してる人の場合にはそのまま脂質がかなり多く出ますから かなりひどい下痢になるらしいです。だから、下痢とか、まあ、疾走そこまでいっぱい取ってない人も、なんね、柔らかい、なんか、ぐにゃーっとしたうんちだったりとか、あとは、油を伴うおならが出るらしい。これがちょっとね、想像を絶することらしくて、あの、自分では、ね、普段、まあ、僕らがみんなおならをするときには、ポンっていう、ただ空気が出るだけみたいな感じじゃないですか。それが、自分では空気のおならをしただけのつもりなのが、なんかね、あのー、あれらしいですよ。 <laughs> まあ多分ねいろいろんか調べた中の感じは例えば水を含んでこうやってプワーってやるじゃないですかこういうあいう感じでなんか油が お尻からブワーッと飛び散るらしいんですよ。で、そうすると、もうパンツとかなんとかもうズボンの向こうまで、あ水じゃないですよ。油のなんか霧みたいなのがぐわーっと全部出て、もうドロドロの状態になって、とてもじゃないけど、そう外は歩けない、歩いて帰ってこれないぐらいのレベルになってくるとか、あるいは寝てる最中に、まあ寝てる最中ってやっぱ知らずにこうね、人間寝てるから知らずにおラが出ることがまああります。で、そうするとベッドがぐわーっと大変なことになるともうここがね、 <laughs> あの、体がなに、あの、副作用が多くて、寿命が縮まるどうのこうのという話じゃなくて。一番の悩みどころの副作用らしいです。で、これネットでは、あの、この薬ではなく、同じ成分が入ったものを。並行輸入で、これ使ったとっいうと、やっぱ、りこれによって、かなりひどいおならで、大変なことになったということを書いている人もいました。なので、これ、あの、実際に、こういうこと、やっぱり、結構ひどいことがあるので、あの、どっちかというと。 その下痢とか油弁と便とかそのおならで失敗した大変な苦悩があってそのせいでもうこの薬やめますって自分から言う人が結構いるらしいです <laughs>。まあいいような悪いような変ななんか違う形で体調を崩して。 なんか国を歌えるみたいな感じではなくて下痢とその油のおならがひどくて自分からもうこれは耐えられないやめますっていうふうになってしまうことがまあまあ結構あるらしいです。それからもう一個のまあ副作用っていうかあるとしては使用性ビタミンが吸収できなくなる、まあ、そう不足しやすくなるということですね。まあ、ビタタミンン A ととととか、e、とかか D E K ベータカロテンというものが 脂質と一緒に体の中取り込まれてそれが取り込まれなくなるということで、まあ、その場合にはそれよりも,もっと多い量のビタミンを取っているということで、まあ、マルチビタミンの摂取を推奨しているということであるんですけど、まあ、そういうこともあるということですね吸収すべき栄養素が吸収できなくなる可能性もありますよということですね。 それからこれをね痩せた人が使った場合どうなるかということですけれども中にはねやっぱり自分がそんなにねさっきのウエストが8090もないのにそこそこ普通なのにあるいは全然太ってもないそもそも痩せ型に入ってるのに自分はもっと痩せなきゃいけない痩せなきゃいけないと思っててそういうまあことをする人もいるじゃないですかでそういう人はこれを取った場合取るっていうのはさっきあの販売できないという話ありましたけども とは言うのも、どうやっても手に入れることはできると思うんですよ。まあそれは、例えば、ね、太ってる友人とか知り合いとか。 ににに買いに行ってもらっててももら手に入るることもできるだろうしあるいはさっきネット上で販売は禁止って言いましたけれどもそれが太っている人が自分は飲むつもりはないけれども自分が買いに行ってある程度の量を仕入れたらどういう人か知らないけどそれを欲しい人がいるというのでネット上で販売する人が出ると思うんですね。でそれを買う人が今言ったような太ってもないそもそも痩せ型の人ということもあり得るのでまあそれはそういう形今のネットネットの世界ではどういう形でもそれを ね、手に入れることもできるんじゃないかと思いますでそれまずそれもまあ一つの問題ということで野生型の人が使った場合にはやっぱりねメイキ力が低下するとコスト少々にもなるとというこななんですねなのでやっぱりそこはやはり体がよりちょっとね必要な油が入ってこないということは野生型の人の場合よりね何も入ってこない状況なので結構健康リスクはあるということなのでまあ買う時に薬剤師を見るけれども今言ったら裏のネットで今いくらでもいろんなことがもう売買されてしまうという、まあ、ここが ちょっともしかしたら問題になってくるかもしれないです。なので、ね、まず知っておかなければいけないのが、この薬自体で今ある体脂肪が減っていくわけではないということ、吸収するのを抑えるということであって、えー、減らすためには自分がやっぱり運動して燃焼していかなければ、使っていかなければいけないということ、これはまず知っておく必要がありますね。それから、これがあるから大丈夫だと思って、もっともっと食事を乱れる、あるいは食事を整えないというのであれば、本末転倒だと思うんですね。それをや,それをやっていくと、結局ね、体への負担が増えるんじゃないかなと思いますね。 そ,もそ,もね、そのなんかこう柔らかい便が出るとかすっごい脂っぽい便とか下痢とかになってくるっていうのはやはりそれ自体ちょっとうーん体にとって負担なんじゃないかなと思うんですけどまあ本当にそれに苦しむんであればもうちょっと普通の食事でいいと思うんですよ。僕が言いたいのはあのダイエットっていうのは常に苦しんでやらなければダイエットできないわけじゃなくて何もね僕みたいに毎食毎週取りにくいっていうわけではないですよ。 単純にに普通に魚定食を食をべるとか、まあ、牛でも牛の赤身のもの普通に焼いたものの定食スタイル肉があってお米があって野菜もあるぐらいの定食スタイルをとって。 で単純に普通にある程度のねいわゆる日常に何千歩歩きましょうみたいなそれぐらいのものがあればそんなに太らないし健康を害することもないわけですよ単純にお酒を控えるとか、まあ、油で言うとその揚げ物をやめるとか、えー、異常に脂っこいねステーキとかその豚肉みたいな脂がある肉ばっかりを毎日毎日食べるのなく魚と牛の中身ぐらいではそんなにね日本人はあのストレスたまんないんじゃないかなと思うんですけどだから 苦しまなくてもいいと思うんですよ。普通に整えた食事を定食スタイルで、えー、常に食べていきながらちょっと動いていくだけで85センチ90センチというウエストにはまならないと思うんですね。まあそれができないんだよってまあ言われてしまいそうですけどそういう人から言うと。だけどまあね、うーん、ここは難しいところですね。明らかに避けられるべき。 ね、将来今、ね、例えば僕ぐらいの年齢からもうちょっといった時には必ずそういう体形であれば避けられるべき病気というものをわざわざそこに自分が入っていくのであればまあもちろん今みたいな食事とちょっと歩くだけで済むんですけど。 まあ、ここはできないのかな難しいものなんですかねあとはね、本当に、この薬を購入するしないで、まあ、今見たら痩せてる人もそうだし、あの、若い人とかがあまり考えないで、正しく調べないで、痩せ薬っていうことで簡単に飛びつくっていうのも今まであったじゃないですか。今まであったやつは、もちろんね、海外輸入でかなり危険なものありましたけども、 そういう風な風潮にもまあならないでほしいなと思います。まあなのでね、あの一応まあどういうものなのかをしっかり知って、それがねこういう苦しみもああることはあるんだよというのも知りながら。 え、それを本当に選択するかどうか、まあ考えてほしいなと思います。まあ一応ね、えー、そういういろいろまず一通り知っておいて、えー、自分の考えを持ってほしいなと思います。まあ僕の意見としては、もちろんそういうのを使う必要はないし、普通にバランスをとどった食事を空腹になることで普通に食べながら、ちょっと歩くだけ、それだけをやってもらえばいいのかなと思います。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。えー、インスタ、ツイッターもやってますので。そちらの方もフォローよろしくお願いします。Go! Go!